ワッグルチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ティーチングプロの石井亮介です。本日の取説はこちらです。2022年プロギアの最新作 RS ジャストシリーズを今お見せしているんですけれど、この中で、ノーマルのモデルとかね、 D 捕まるモデルとか F ちょっと右に逃げるモデルとか、性格分けがちゃんとされていると思うんですけれど、今日は捕まらないクラブの使い方、取説をしていきたいと思います。その前に、実際この RS どうなのっていう話も結構いろんな方から聞かれるので、僕自身は真ん中のノーマルの RS を実際買っております。買っちゃいました。でもうラウンドも2回ぐらいすでに今日の時点で行ってるんですけれど、僕がプロギアさんのこの何世代かのドライバーをシダとかね、いろいろしている中で、僕2代目の RSF のドライバーが一番良かったなっていうふうに個人的には思ってるんですけれど、多分ここにねテロップって出てくると思いますよ、ここに思ってるんですけど、その時のプロギアの RSF 飛ぶな、いいなっていう、その記憶、思い出みたいなものを本当に凌駕したというか、一気に情報を更新して、いやこれが一番いいよっていう、今プロギア史上一番いいドライバーだなと今僕はこれを思っています。真ん中の RS です。でなんで RSF を選ばなかったのとか、なんで D を選ばないのっていうのもあると思うんですけれど、僕の場合結果的に3つ試座をした中で、この RS の捕まり方が一番ちょうど良かったというのが一つの答えになるんですけれど、3機種全部どれを打ってもおそらく皆さん感じるのは芯に当たった時の感触の良さだったりとか、あとやっぱり打音もうまく綺麗に響いてくれる打音がしますし、初速がやっぱり何よりも速いっていうのがこのやっぱ RS シリーズのいいところなんじゃないかなと思います。で今年、2022年ドライバーが豊作で、海外ブランドをはじめいろんなドライバーを僕打ってコースで試してるんですけれど、おそらく結構トップクラスだと思います。あの球の曲がらなさもうちょっとお話をしておきたいところで、 RS って初速ばっかりね、話が皆さん注目が行きがちなんですけど、ちょっと芯を外した時の寛容性だったりとか、球が曲がらない感じもこの RS いいところなんじゃないかなと思っています。でその RS の特性が、ちょっともうちょっと捕まってくれる D シリーズと、ちょっと捕まらないこの F っていうふうに分かれている。でこの3つの中で皆さんどれにしようかなって悩むところが、ある意味楽しいところだと思うんですけれど、今日はその F シリーズ、捕まらないモデルをどうやってうまく打つかなんてお話をしていきます。実際、僕もレッスンをしていて、ドライバーの、悩みを抱えてレッスンを受けに来てくださるアマチュアの方がいっぱいいらっしゃるんですけれど、多くの方が右に行ってしまうっていう悩みをお持ちの方が多いんですが、やっぱり一定数左にボールが曲がるっていうことを悩みにしていらっしゃる方も多くて、そういった方は皆さん総じてこういう F モデルみたいなね、球がちょっと捕まらないよ、右に行きやすいよっていうモデルを、キャディーバッグの中に入ってるんですけれど、それを、使ってみたら今度は右にしか行かないなんていう方もやっぱ実際のところ多いんじゃないかなと思います。でこういったモデルの特徴なんですけれど、簡単に言うと重心が少し長かったりとかするモデルが多くて、あとはこの来角が少しフラットだったりとか、フェースがあって、シャフトがこう下がっていて、アイアンもそうですけれど、ちゃんと打てると基本的にボールって左に曲がりやすくゴルフクラブでできているんですけれど、そういったその捕まりみたいなものを抑える機能が、この RSF とか、他社メーカーにも例えばテーラーメイドで言えばステルスプラスとか、キャロウェイで言えばローグマックスの LS とか、そういったちょっとこう捕まらないよ、ちょっとハードだよっていう、バージョンのものが結構あるんですけれど、基本的には球を捕まえられる人がまず大前提だと思います。で捕まえることができるということは、捕まるモデルを使うとどん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 ボールが左へ行ってしまうので、逆にこういった捕まらないモデルを使った時に自分の力で捕まえると球がちょうどよくまっすぐ行く、そういった感じで考えていただけるといいんじゃないかなと思います。
なので、こういうのを使うと、例えば結構ねこういうのってねスピンが少ないとかっていうモデルも結構多いんですけれど、無作為にもう本当に何も考えずにパーンって打った時にこれで右行っちゃう人って逆にスピンが増えたりもするので、そういったところも悩ましいところだとは思うんですけれど、いかにこのスイング中にこのフェース面がパカッてこう開く要素を減らせるかというのが、こういったモデルを使いこなすコツかなと思います。ワッグルチャンネルを見ていただいている方だと、何本か前にですねクラブのグリップが上に浮いてしまったりフェースが落ちてしまうのを抑えましょうなんていう動画が、あったと思うんですけれど、ぜひそちらもですね合わせてご覧いただけると今日のこのお話がとっても分かりやすいと思うんですが、基本的にゴルフクラブってシャフトがあってこうヘッドがついてヘッドが重たい、そういった道具なんですけど、放っておくとこういうふうに落ちてしまうんですね、下に支えていないと。でこの落ちた時にどん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 フェースは開こうとしますんで、これを上手なゴルファーはちゃんと支えてこうまっすぐ打てるように道具として使っています。でこの時に捕まりのいいドライバーっていうのは落っこちながらもなんとなくフェースをうまいことターンさせて球を左に行かせてくれる、だから助けてくれるんですけれど、こういったモデルではそういったお助け機能がまあどうしても少ないので、落ちた時にはそのまんま綺麗に右に行ってしまう。なのでこういったクラブをうまく使うためには手元をちょっと押さえておいてヘッドがパカッて開かないようにフェースをずっとまっすぐスクエアに使い続けるよみたいな使い方をすることで、こういった RSFの、まあ、良さを引き出すことができるんじゃないかと思います。メーカーのホームページとかカタログとかに上級者が叩けるとかって書いてあったら結構 F のモデルの特性を持ってると思ってください。で開いてこう球がパカッて右に行きやすくなるよっていうモデルだっていうふうに思っている方もいらっしゃると思うんですけど、これをしっかり自分でフェースを返しながら球を捕まえることができるとものすごい性能を発揮するモデルだっていうふうに僕は思っています。で、まあ、構えてますけどどうしてもこの F とかが捕まらない方、右に行っちゃう方っていうのはテイクバックをして打つときにフェースがこう開くような動きをしてしまう、体が起き上がってしまうなんていうことが原因だったりとか、こうクラブのスピードと自分の体のスピードが合わなくてフェースがこう上を向いてしまうなんていうことが起きやすいので、これを手元を押さえておいてヘッドをなるべく自分のこう顔を向いているようにこのままよいしょ、このクラブヘッドと自分との距離をあまり変えないようなイメージで使えるとフェースがちゃんとまっすぐ向いたままボールに打ちやすくなります。うまくいかない方の例としては上げて下ろすときにクラブヘッドが自分の体から離れていくような動きをしてしまうとフェースがどうしても開いてしまうので捕まえる機能がまあ抑えられている F のモデルだとどうしても右にそのまま行ってしまうっていう結果になりがちです。まとめ、まあ、RSF に限らずいわゆるその捕まりを抑えているモデルというのは基本的にスイングでボールを捕まえることができる方が使うと性能を発揮します。なので例えばクラブの力で今まっすぐ行ってるんだけれども、まあ、それでもし球が左に曲がって困るよなんていうふうにまあなってきた時にはこういったモデルを使うとそれがバッチリハマるかもしれません。ただやっぱりそのクラブの、まあ性能によって同じスイングをしてもやっぱりボールの捕まり方ってだいぶ変わってしまうので RSF を使ってボールが捕まらないなんていうふうになった時には改めてご自身のスイングのボールを捕まえるという感覚を、まあ、見直すいいきっかけなのかなと思います。その時にはこのスイング中この来角がなるべくこのままボールを打てるというか打つ時に手元が浮いたりフェースが開いたりするそういった動きを抑えてあげてなるべくこの来角通りにクラブを扱うことができるとフェースの向きも管理しやすくなりますのでぜひ試してみてください。